どうですか。普通です。普通。なんとあなたまさかのトラックマン拒否という。あ、そう。トラックマンせっかく山本道場で用意したのに、いやもうトラックマンやめてくれと。そうなんです。でもめっちゃ良くなってきてる。良くなりましたね。でもこの右足のこの蹴りがなくなって、右足がでも粘ってきましたよね。はい、はい、大変いいと思います。さあ皆さん、トラックマン拒否なので、まあもう問題はこの140って正面に書いてるグリーンにもう乗ってるか乗ってないか、これですよね。そうなんですね、うん、そうやねん、ね、それやねん。あれ乗ってんのにトラックマンブブーが出るよ。いやもうほんまに、ああムカつくわあいつ、ほんま。なんか足が動かうまいこと機能せえへん。実はね、ウェイトトレーニング今日から始めたんですよね。そのね、面白い模様はあの師匠の部屋でやります。何かが違うっていう。もうこのこういうね、トレーニングでしたけどね。なんや、なんかおかしいなって思ってん、ちょっと。なんかさ、うん、下半身プップルやな。いや、ほんまにやね。ね、ちょっとあのいつもみたいにグッて、ね、力入れて打とうとすると、さっきすごい柔らかくていいです。あ大丈夫でした。一球無駄にしました。もう足腰フラフラやな。いやね、これがなかなかきつかったから、うん、そう、ほんまに。ちょっと待ってな。上半身に頼り出すと、トレーニングどうでした、ね、受ける、そう受ける、飛ぶ方じゃないでしょ。そう、ね、反力やろ、うん、反力マン。反力。やれて。反力。あ、なんか悪くなってきた。いや、なんかここをの角度をこう、うん、なんていう、合わせるっていうやつが、うん、自分の中でイメージが良かったから、うん、それをやってんねんやんか、うん、でもちょっとでもこうやろうもんならもう、ここでも誰かをダメですよ。感じになるから、この方向がね、こうなったら、ね、そうそうそう、あの、うん、あれですね、スイカです ね。スイカをしましょう。あのボールなんか打つ必要ない。こうやってここの方向を揃えてスッとこう、そうですね、パワーを受けたらいいんですよ。受ける。さあさあさあ。ちょっと今の感じが良かった。感じが良かった。クソ飛んでないよ。いいね、ダフってんねんから。あ、いい感じ。あ、軽く振って あそこまで行くようになったという、これ進歩。進歩ね。ほんまやな、軽く振って。そうやな、うん、これちょっとやっていくあれで思ったことがあるんですけど、サントをこの間回ったじゃないですか、うん、ずっとね、回ってて思ったことがあるんです、一つ、うん、私、うん、右向き病になってしまってるんです。右向き病やな。もう右向き病、あの巻き巻き病やな。でそうやね、それもそうやねんけど、絶対に右向いてんねん、うんうん、こう後ろからちゃんと見ねんで、後ろから見て、うん、これ140杯狙っていくで、じゃあ狙うで、うん、ちゃんと合わせます、うん、え、真面目にやるからな、うん、これをどう、右向いてる、いいやろう、うん、それはなんでこっちが聞きたい。聞いてんねん、こっちが、うん、聞き返さない。じゃあ行きます、じゃあ、あなたは140に合わせました、後ろから見て、はいね、はい、で、これ立ちました、はい、じゃあ自分の体をのどこを基準に140に合わせてますか。
ん？いや、なんか基準点合わせへんかったらさ。クラブ。クラブ、はい、クラブ合わせました。これ140向いてますよね。はい、じゃあクラブに合わせたら体は、体の向きが右向いてるってことやろ。そう。そうやろ。ほんなら、この体の向きをどこに合わせてるんですか。体の向きを。うん。どこに。うん。そうでなかったら右向いてるか左向いてるか分からへん。体で、え？何にも合わせてません。だからこう言って、うん、見た感じで、うん、適当。こんな合うわけないでしょ。でもな、今までは合っててん、それで。合ってなかった。一回も合ってた。いや、合ってんねん。だってちゃんと言ってたもん。言ってたから向いてるとは限りません。これ皆さん、動画ね、皆さん。あ、もうちいちゃん絶対右向いてる、絶対思ってる。コメントバンスが来るよ。ほんまですか。来る。あ、じゃあ分かった。肩で合わせんねん、はい、うん、肩で合わせる。どこの肩、右肩、左肩。こっち左肩、オッケー。え、当てる。当てる、当てる。当てる、はい、ほんまに当てるというか、もうちょっと やってみてください、ね、これ、エイクでちょっと喋りながらやってくれる。合わせました。あ、わかりました。じゃあ、見ました、はい、見ました。それ、どっちの目で見てますか。右目か左目。え、ファン、両目。両目、オッケー、はい。あ、じゃあ右見て分からへんから両目 で, 両目でしっかり見ます、はい、しっかり見ます。歩きます。歩きます。ここで方向合わせるんですね、これ、うん、いいんですか、これは、うん、いや、もうこれでこう合わせて、はい、こう、はい、見ます。最後まで見ます。はい、はい、こうですね、はい、OK。 そしたら、はい、さっき肩合わせますけど、肩どこ合わせたのか。あ、肩はこうですね。え、分からへん。肩で合わせるって何、うん、いや、言うたよ、ほら、肩で合わせますってさっき言いましたよ。分からへん。肩で、あ、分かった、あ、分かった、分かった。肩こうやってします。って言ったら、あ、こうやって見んの。ん、おお、こう、おお。じゃあ、合わせてみて。じゃあ、合わせてみて。OK、OK、はい、両目でがっつり見ました。はい、肩が、こうやろ。ああ、そのまま、そのまま、はい、はい、はい、こう。じゃあ、ちょっとどこ向いてる。はい、ど右向いてます。ほんまに。え、でもやばいね、ほんまに。じゃあ、ちょっとあなた、ここで見ててください。はい、やばいですよね。やばいね、普通の人。はい、こうやってね、こうやって見ますね、こう見て、はい、このまま、こう入りますね。で、こうやって大体後ろから見てフェースこうやって合わすのまではみんな大体覆ってるんですよ、うん、で、この後ね、このボールと、まあ、いわゆる方向がこう向くでしょ、うん、向いたらこれと平行に自分が向いてたらいいんですよ。わかります。これ、この線とこの線が平行だったらいいでしょ、うん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 、これで合うはずなんですけど、こうやって覆ってパッと見たら、もう自分の肩はね、ボールとこの線が平行ですから、これで合ってるんですけど、向こうパッと見たら、左肩がこんな風に口から向いてるわけ。あれ、うん、ほら、あかんわ。まあ、肩の上に頭乗ってますよね、うん、だから、ああ、自分が合わせなきゃって、自分のこれを140の方向に向けてしまうわけですよ、うん、そしたら、どうなりますか。右に向く。ああ、そうだ、肩で合わせたら不正解や。そうなんです。左肩で合わせたら、どうしても自分を合わせちゃおうとするから。へえ。だから、ここが合ってないといけませんから、うん、ね、だからこれと平行やから、左肩は、自分の肩の方向は目標方向じゃなくて、目標よりもちょっと左、平行ですから。あと平行って分かりますよね、うんうん、ね、こう、そうこうこうね、うん、で、考えたら、じゃあちょっと後ろ行ってチェックしてみてください、はい、じゃあ私合わせます、ね、見ます、ね、見て合わせます、ね、合わせたら、はい、ここで私の場合はこうやって合わせた時に右肩で合わせてます。左肩合わせるとこうなるから、左手も後ろこうやって引いといて右肩で合わせておきます。で、このまあ、いわゆるこの方向に対して右肩をこう合わせて、で、合ってるなと思ったらこのままグリップ。これでどうですか、向きは。140向いてる。ちゃんと向いてるでしょ。これ正解です。クソ
じゃあ分かった、左肩でしてはいけないと。そうなんです。右でしましょうね。左肩をするんだったら左肩は目標よりも左を見て、見てで見てで見てで、ドン、合ってます。ちゃんとこれ140、はい、打ってください。ほんまに、きれいに140って飛んでいきます。だとでしょ、これ覚えてください。ちゃんとや顔や、むかつく。いやいや、顔じゃ普通ですか。でもな、何で合わせてたか分からへんねんな、なんか。いやいや、あんた適当やったから。そう、ね、あ、じゃあこっちが被るのがあかんのかな。そうやね、言ってますわな。こっちを後ろにしてくれるな。でもどうしても入ってくる場合はどうしたらいいの。入ってこないのしてください。あ、そうな。そうそう、そのさ、なんか肩の感じがさ、だから合わせるときに右手でクラブを持って左手は後ろ回しとく。そう、ほな見てください、合わせるとき。ほら、左肩ありますか。ありません。見えないでしょ、うん、こうやってたら見えます。はい、こうですね。そうですね。あ、これただ単に右行っただけです。はい、最近な、